もう一つは黒い宝石の具体的な用途だ。それを知る奴は皆秘密を明かそうとしない。俺の送ったサインで勇敢な魚が一匹でも池の外に出てくれたらいいんだが、ただ待つのも退屈だ。音楽でも聴くとしよう。心配なので中に入れていただきたいのですが。ああ、入ってくれ。ごめんなさい、ちょっと緊張していて。そちらの二人は一緒にラウンジまで来ていたお客さんですよね。ええ、フェソレから聞きました。彼は私の恋人なんです。ただとても危険な状況になっていまして。落ち着け、慌てず話すんだ。聖望の会で何があった？すみません。でしたらあなたたちが最後にフェソレに会った時のことからお話ししますね。ラウンジで会った時のことだよな。ええ、彼はあの場から急いで逃げ出しました。ただ聖望の会のメンバーが彼を捕まえようと大勢で追いかけてきたのです。それでも彼は何とかして私を見つけて事の経緯を教えてくれました。彼は分かっていたんです。ドゥジェの信頼を得られなくなった以上、彼を待っているのは極めて残酷な訓戒だということを。訓戒？はい、それは聖望の会のメンバーであれば誰もが恐れているもの。ドゥジェイが自分の支配を確立するための最も重要な手段でもあります。言葉で説明するより直接お見せしましょう。すべての秘密はここにあります、公爵様。急いでどこに行ったかと思ったらここにいたのか。申し訳ありません、公爵様。お恥ずかしいところを見せてしまいましたね。エイビスはメロピデ要塞に来てから精神状態がずっと不安定でして、よく幻覚を見たりデタラメなことを言ったりするんです。彼女の言ったことは全て妄想だと思っていただければ。ノックの音を聞いた覚えはないんだが。申し訳ありません、公爵様がびっくりされるのではないかと心配だったもので、あまりに急いでいたため礼儀を書いてしまいました。どうかお許しください。そんな嘘誰も信じないぞ。そう言わないでいただきたい。人は弱者を信じたくなるものです。でも公爵様は理屈を重んじるお方。その理屈を重んじるお方は、彼女のそのデタラメとやらをまず先に聞きたい。かしこまりました。あ、そうそう、フェソレさんはすでに見つけましたからご安心を。帽子をなくしたくらいで何をビビっていたのでしょうか。でも幸い彼はもう落ち着きを取り戻して帰りました。心配する必要はありません。ごめんなさい、公爵様。私もう話すことはありません。あんたが恐れてるのはおそらくこれじゃないか。心配しなくていい、俺が公平を貫いてやる。私そんなの見たことはありません。公爵様、彼女はもう何も言いたいことはないようです。これ以上迫っても信憑性のある話は聞けないでしょう。
安心しろ。何も恐れることはない。俺に話さえすれば、公爵の名をもって保証してやる。それらが二度とあんたを傷つけないことをな。公爵様、はあ、もういいです。私は黙っていましょう。言うべきことは全て言いましたから。申し訳ありません、公爵様。もう本当に何も話すことはないんです。どうかこれ以上聞かないでください。そんな。それではエイビスは連れて帰りましょう。公爵様の静かな夜をお邪魔してしまい、改めてお詫びいたします。エイビス君、あんたの頭を見せてみろ。これは命令だ。何もない。公爵様、私の言葉にうんざりしているのは分かっています。ですが私を信じてください。あなたが考えすぎているだけなのです。西方の会は今まであなたとここの看守たちに迷惑をかけたことがありません。みんな一生懸命生きることと労働に励んでいます。どうしてそこまで頑なに食い下がるのですか。現状に悪いところなどありませんよね。公爵様が命令を下せばどんな指示であろうと私はそれに従います。こんな私をどうして排除しなくてはならないのでしょう。そういった言い分は耳にタコができるほど聞いてきた。もし俺があんたの言葉と真実に大きな矛盾を見つけたら、何が起こるか分かってるよな。私のしてきたことは全てメロピデ要塞のためになることです。西方の会はいつでも公爵様の監督と視察を歓迎いたします。さて帰りましょう、エイビス。人は遅かれ早かれおごりの代償を払う。あいつはとうに準備を終えていて、矛盾を指摘されることを恐れていない。ならなおさら奴の挑発に乗り衝動的に行動するのはナンセンスだ。西方の会のメンバーは全員人質だ。もしドゥジェイ君が帰ってこなければ、あいつの部下はきっと行動を起こすだろう。これもあいつが俺の前で好き勝手に振る舞える理由なのさ。秘密は帽子の中にも頭の上にもない。そこを調べても何も見つけられないとドゥジェ君は最初から分かってた。だから慌てなかったんだろう。だが西方の会の規則からして、秘密はそこにあることを意味してる。確かに妙だよな。一体何を隠そうとしてるんだ。帽子は明らかに秘密を隠すためのものなのに、帽子自体に問題はない。ドゥジェイが何を隠そうとしてるのか、もう少し考えてみよう。ドゥジェイの態度を見る限り、彼は俺たちが証拠を見つけられないことを分かってた。頭の上に何もないのなら、どうしてエイビスは帽子を脱いだんだろう。
この間には。一つ思いついたことがある。だが。お、なんだなんだ、聞かせてくれ。うん、これのことだな。彼女はヘアピンに何かを隠していた。これならドゥジェ君の目を騙すことができ、奴が去る時にも気づかれないと踏んだからだ。つまりエイビス君は恐怖で口を閉じたんじゃない。もう何も言う必要がないから口を閉じたというわけだ。さて、少し調べてみよう。ヘアピンから細長い霧が見つかった。中は空洞で釘や棘のようにも見える。まだチンポンカンポンなんだけど。それをこうしたらどうなる？おいおい、お前いきなり何して。あれ、宝石の中から黒いものが湧いてきたぞ。しかも棘の中にその一部が吸い込まれていってる。あんたらも聞いたことあると思うが、水の中には人間の最も強い感情が凝縮されてる。この液体はおそらく生成された恐怖を凝縮した液体だ。なるほど、だから手に持っただけで嫌な気持ちになったんだな。これが訓戒の正体のはずだ。この液体が直接脳内に注入された時、どんな苦痛が頭を駆け巡るのか俺には想像しがたい。だがおそらく一生分の恐怖が一斉に襲ってくるんだろう。苦難、孤独、どこにも逃げられない。だからあいつらは怖くてたまらないんだ。要するに帽子で隠してたのは傷口ってことか？まあそれだけじゃないかもしれないがな。事態は1分1秒を争う。急ぐとしよう。全ての手がかりを隠蔽させるわけにはいかないからな。公爵様、ここの聖望の会のメンバーは我々が取り押さえました。つい先ほど彼らは急な命令を受けたのか、ここから離れようとしまして、あまりにも異常な行動だったため先手を打たせていただきました。今公爵様に知らせに行こうと思っていたのですが、まさかその前に来ていただけるとは。よくやった。こうなると思って事前に準備してたのか。本来は監視するよう命令しただけだったが、今となってはちょうどいい。聖望の会が活動してる場所を全て捜索し、そのメンバーを全員連れてきてくれ。はっ、直ちに向かいます。さて、ここの奴らはやはりな。どいつも頭に傷がある。中空のトゲが丸ごと埋め込まれてるようだ。近くで見なくてよかった。びっくりしたぞ。おいら他のところを見てくるな。この訓戒の成果こそルジェ君を安心させてるもんだ。こいつらは想像を絶する苦痛を経験したに違いない。他の場所も調べてみよう。
どれもここに置いてある内容と全く同じだぞ。表紙の色が違ったり作者の名前が違ったりするだけだ。ったく、聖望の会のメンバーが書いたとか言ってたよな。何を見つけたと思う？ブラウズポートっていうもんだ。この装置を使うことでラウンジ内の行動を遠くから監視できる。これさえあればドゥジェ君本人がここにいなくてもあいつの目は決してここから離れない。ああ、シナリオにも命令にもないことが起これば戸惑ってしまうもんだ。下手に動けば失態を犯してしまう可能性がある。ならいっそ行動を控えめにするか、あるいは何もしなければいい。ドゥジェ君のあいつらに対する飼いならしはすでに完成してる。これは人間を動物として扱うのと同じことだ。どうした？彼らの活動場所に誰もおりませんでした。それどころか一度も使われた形跡のないものが数多くあり、また意図的につけられた使用跡も見つかりました。例えば水垢やホコリといった跡などです。また聖望の会のメンバーの部屋も調べましたが見つからず、情報によると彼らは長いこと帰っていないようです。そうか。人が消えた？まさか。ああ、もしドゥジェ君が恐怖だけを利用して管理していたら告発者の出現を止めようがない。そして真実が明らかになればあいつが長い時間かけて作り上げてきた嘘は機能しなくなる。つまりラウンジや娯楽施設、普段ここを出入りする聖望の会のメンバーを含め、その全てはドゥジェ君が丹精込めて練り上げたショーに過ぎないというわけだ。最も成績を出した者、最も従順な者だけがドゥジェ君によって役者として選ばれる。じゃあどこに行ってあいつを探せばいいんだ？そうだな。もしあいつが囚人を他の場所に拘束していたら監視はきっと気づくはずだ。だがそれらしき報告はまだ受けていない。ドゥジェ君はおそらく監視を買収したんだろう。ああ、行こう。あんたらもついてこい。おそらくな。情報が耳に入ればドゥジェ君に助けを求めるほかない。このまま下に向かうと廃棄されたエリアがある。ドゥジェ君がメンバーを拘束するにはある程度のスペースが必要だ。そこを占拠してる可能性は高い。方向性は合ってる。次は例の監視を見つけ出せばいい。急ごう。俺らはこっちを、あんたらはそっちを頼む。
あいつらを取り押さえろ。ち、身をせせりだ。さっさとつらかるぞ。くそ、監視め。ルジェイ君の命令で来たのか。どうしてあの監視に手を出した。こういう時はさっさと白状した方がいいぞ。お前らを助けたがってるのがどっちかまだわからないのかよ。進んで協力すれば生産の際に上場酌量の余地ありとして見てやる。会長はあいつが来るのを恐れてたんだ。うちらの拠点を暴くんじゃないかって。本来ならそのまま奴を下に投げるつもりだった。だがそこにお前たちが現れた。つまり拠点はこの先にあるんだな。ああ、道に沿って降りていくと排水用のパイプが見える。その中に入ってまっすぐ行けば着く。監視、こいつらを連れて行け。さて、降りてドゥジェイ君に会って奴の真意を確かめよう。広い空間があるなんて。ああ、ここは廃棄された作業エリアだ。経費の問題でずっと放置されてた。普段ここを巡回してるやつもいるんだがどうやらそいつもルジェ君に買収されたんだろう。さあ行くとしよう。あいつはサプライズをたくさん用意してくれてるはずだ。
裁きのイカで始めよう。恐れなくていいさ。罪に向き合うんだ。もう危険はない。監視どもと一緒にここから離れておく。警備ロボまでいるなんて、あいつ相当念入りに準備してきたみたいだな。警備ロボの紛失や妙な廃棄申請、そういった異様な出来事については以前から気づいていた。あいつも俺と正面から向き合う覚悟ができてるようだな。あれ、何かのガイドラインのようだ。見せてみろ。聖望の会の規則がずらりと並んでやがる。こっちが本物ってわけか。勝手に離れるな。互いに話をするな。5人1組のチームを作り、規則に違反した者が現れたら全員を罰する。他人の違反行為を告発した場合、報酬として食料と水がもらえる。やはりそういうことか。こんなのあんまりだぞ。理不尽にも程がある。ここに囚われた者は食料や水を得るために他人を告発しなければならない。だがその行為は他人が罰せられることを意味する。あいつらは規則を破ることを恐れて互いに話すことをやめた。そして告発によって猜疑心と憎しみを抱くようになり、やがて孤立していく。それが長く続き、次第にドゥジェイ君の奴隷になっていったというわけだ。覚えてるか？パイモンが黒い宝石に触れた後、あの箱の中にある菓子にまで警戒するようになったのを。こいつは明らかに食い意地が張ってる。だというのに感情に揺さぶられて滅多に見せない選択をした。オイラを例に挙げる必要ってあったか？それにオイラは間違ってなかったと思うぞ。ああいった状況なら慎重に選択すべきだろ。ああ、あんたの選択は理にかなったもんだった。だが他人からしたら、それは感情によって歪められた末の正しい選択に見えたかもしれない。人の心は海に浮かぶ小舟のようなもんだ。一見航路をコントロールできているように見えても、実際は常に風や波に流されていて、最も危険な場所に行き着いてしまう。恐怖で波風を立てるのなら、必ずや代価を払わなければならない。
俺の記憶が正しければ、この先はここの中核を担うエリアだ。だが、扉が閉まってる。ドゥジェ君とケリをつけるより、聖望の会のメンバーをできるだけ多く救う方が優先度としては高い。あんたらはここで待ってろ。俺らは扉を開けて、この先に行ってくる。を使うってことだよな。どうしたらいいんだ。まあいいや、適当に触ってみようぜ。逃げ道はありません。切りました。逃げるな。少しいいかい。
さっきと同じようにまずは目の前にある装置を起動してみる。何か変化が起こるかもしれない。椿のイカズ、ここは牢屋のようだ。うん、空きがたくさんあるな。おそらくドゥジェ君はここにいた大半のやつを他の場所に連れて行ったんだろう。まずはここに残された人たちを助けようぜ。一人でも多くな。やめろ。私は外に出ない。もう二度と出るものか。近づくな。私を面倒ごとに巻き込むな。違うぞ、落ち着いてくれ。オイラたちは悪いやつじゃないんだ。過度なストレスによる反応が出てる。しばらくまともに会話はできないだろう。ここにいる者は多かれ少なかれこういった状態にあるのかもしれない。ここは一旦看守に任せて、俺らは引き続き先に進もう。わかった。まずは出口を探そう。
そいつはブラウズ端末だ。前に見つけたポートを通じてラウンジの映像をここに送ってる。ドゥジェイ君はここに座って楽しんでいたんだろう。聖望の会のメンバーがまるでマリオネットのように糸に踊らされながら演技している様をな。それを聞いてますます腹が立ってきたぞ。ここに、そいつはブラドゥジェイ君はこ、知れません。行ってみましょう。ここはあんたらに任せた。全員無事に外へ連れ出してくれ。はっ、承知しました。公爵様もお気をつけください。我々はここでいつでも命令を待っています。ああ、あんたらは自分の仕事をこなしてくれればそれでいい。俺には十分頼れる助っ人がいるからな。さて、戻って確認するとしよう。最初のホールにある仕掛けも同じ装置で固定する必要があるようだ。そうすれば中核エリアへの扉も開くことができるだろう。それを忘れずに持っていけ。メロピデ要塞の監視はすでにここのほとんどのエリアを確保しました。あなたももう大丈夫ですよ。そう。
私は怒りに震えている。聖望の会に規則を軽視する者が今なお存在することに。フェソレ、エイビス、この二人が聖望の会を裏切った。いいか、裏切り者がどのような代価を払うことになるか、ここにいる者たち全員の目に今から焼き付けてやる。さあやれエイビス、そのトゲを彼の脳に刺し、疎通の水をゆっくりと注入しろ。一滴一滴ずつだ。すべて注入するまで手を休めるなよ。ごめんなさい。大丈夫、僕は耐えられるから。死後は慎め。誰が喋っていいと言った。私が定める規則は、至高なる鉄の掟、ここの原則を破ろうとすればさらなる罪が課せられるぞ。そこまでだ、ドゥジェイ君。あんたの土地狂ったわめき声にはヘドが出そうになる。公爵様？リオセスリー、リオセスリーか。あなたが来ることは予想していたけど、まさかこんなに早いとは。あなたは結局私の言ったことを理解してくれないのか。こんなにたくさんのケーキを持っているんだ。一つくらい私に分けてくれてもいいだろう。あんたは分けると奪うの違いを分かっていないようだ。それにあんたの食べ方は見るに耐えないほど汚い。何正義の使者を気取っている。まさか忘れてないよな、メロピネ要塞にいる連中はどいつも罪人だってこと。ここにいる奴らは全員悪事に手を染めた卑劣なクズ中のクズなんだぞ。そんな奴らが罰を受けて何が悪い。全て自業自得だ。あなただってこいつらの命なんて重く見てないだろう。メロピネ要塞が機能し続けさえすればあなたは十分な利益を得られる。違うか。残念ながら俺はあんたと違う。一度もこいつらを効果として見たことなんてない。メロピデ要塞は囚われの地であり、そして公正の地でもある。こいつらはここで落ちぶれることもできれば救いを求めることだって可能だ。肉体には限界があるが精神は常に自由であり続ける。確かにこいつらは過ちを犯した。だがそれでもこいつらは家族や友人、大切なもんを持つ血の通った人間だ。肝心なのは過去を整理し帰り見た後、これからどう生きていくか。その選択権はこいつらの手に委ねられるべきだということ。だがあんたは恐怖でその精神を殺してる。こいつらを考えることのできない奴隷へと作り変えた。それを自業自得だと。自分を何様だと思ってやがる。こいつすごく怒ってるぞ。あなたは私の傲慢さを笑い、私はあなたの甘さを笑う。リオセスリー、あなたは考えが未熟すぎる。メロピデ要塞を本気でいいところだと思ってる人がここにいるとでも。いや、それは今もましてやこれから先も起こり得ないこと。あなたが飴をくれたからといってその素晴らしさを覚えようとする者はいない。罪人を従わせるのに欠けている者は無知だ。もう少し気づくのが遅ければ、メロピデ要塞の警備ロボは全て私の手に落ちていたところだったよ。さあ、神の目を持っていようと、この強大な創造物を相手にいつまで耐えられるだろうね。